皆さんこんにちは、ボイストレーナーの市川です。今日もみんなと一緒に楽しく発声をしていこうと思います。今日の内容はこちら。はい、ということでロングトーンという内容になります。これまたレッスンをしていてですね、生徒さんからいただいた相談悩みになるんですが、歌を歌っていて後半の音がどうしても震えてしまう、これを直したいなというご意見から、今日の動画の撮影に至りました。皆さん今パッと思い浮かぶ方いるかと思うんですけど、結構ね、いろんな人の歌を聴いてるとそのように僕も感じる方っていうのは、やはりいますね。どういうことかっていうと、なー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 って歌ってて、その声を伸ばすときですね、なー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 って声が、語尾が震えるというような状態ですね。これが声が震えてしまう。短く歌詞を歌っているときにはすぐに音が変わっていくので、震える時間っていうのはないから、そこは少し助かるような形になるんだけど、歌っていて最後の音を伸ばすときってありますよね。ありがとうとかただいまとか、そういう音を伸ばすときにありがとうって震えてしまったりとかね、そういう語尾、ロングトーンって言うんですけど、声をまっすぐ伸ばすところを安定させたいというところに今日はフォーカスを当ててやっていきます。僕もこれは当時悩んでいたっていうこともあるので、結構ね、皆さんに対して該当するカテゴリーではないかと思います。ちょっとね、説明が不足していたら申し訳ないんですが、ちょっと今日も鍵盤を使って一緒にね、音を聞きながら声を乗っけていけたらなと思います。で、男性が出せる低音域、中音域、そして女性にも少しトライしてほしいので、女性キーにも乗っかっていくような音域で、低、中、高音、女性にはちょっと低音だったり中音だったりするかと思うんですが、少しね、幅広く音域をトライしてみたいなと思います。で、早速なんですが、スタートの音、こちらの音をなんとなく男性の方は出してみてください。この高さです。あーで出したら、あーという高さですね。低いですよね。ここを、3度音程で、最後の音を伸ばしてみましょうか。なーなーなーとまっすぐ4拍ぐらいにしようかな。どうでしょうかね。鍵盤の音がちょっと聞きづらいっていう方がいたらもう少し近づけます。なーなーなー、にー、さん、しーぐらい。ガイドを出します。みんなも一緒に入ってみてください。なーなーなー、はい、 OK です。どうでしょうか。皆さんでやってみますか。せーの。はい、 OK です。出しやすい音域ではあったかと思います。しっかりお腹を使ってください。いつも私言いますけどね、お腹を意識して声をまっすぐ前に出しながら一定量の声量を出してください。小さい声だとかすれてしまって、なーなーなー、聞こえるかな、なー、息っぽい声になってしまうので、あーあーあー、出せる範囲でいいので一定の声量でもって一緒にやってみましょう。もう一回いきます。息を吸います。3、はい、なーなーなー、はい、 OK です。少し音程を上げてみましょう。なーなーなー、ここはどうでしょうか。一緒にやってみましょう。3、はい、なーなーなー、はい、どうでしょうか。皆さんだけでいきましょう。息を吸って、
せーの、なーに。はい、OK、もう一本。吸って、せーの、なーに。はい、OK です。ではですね、もう少し音を上げていきます。ここでいきましょうか。吸って、せーの、なーなーなー。どうでしょうか。せーの、なーなーなー。はい、せーの、なーなー。はい、OK。ではここからね、女性も割と発声しやすい低中音域になるので、男性は引き続き、そして女性の方はここから一緒に入ってみましょう。音はこちらです。ガイドを出します。はい、なーなーなーです。一緒に行きましょうか。息を吸って、せーの、なーなーなー。せーの、なーなーなー。はい、この辺から、女性は大丈夫だと思うんだけど、男性の方はもしかしたら震えてくるかなと思います。悪い例、よくある、生徒さんでもいるんですけど、悪い例。なーなーなーというような、きしむような声になって、声が不安定になってしまう、震えてしまう。ここで、やっと来ました。ポイントになります。ロングトーン、声を伸ばすことね。この発声においてのコツっていうのは、伸ばしたい音ありますよね。例えばドーとかソーとか音の高さがあると思います。その出したい音、当てたい音が少しずつ高くなっていくようなイメージを持つと改善します。どういうことかっていうと、例えばドーって伸ばしたいとしたら、ドーレーって上がっていくような、ドーですね。その出したい音をずっとしがみついて離さないっていうよりは、少しね、上り坂を上っていくような、なーなーなーっていう感じですね。なーってなると震えてしまう、声がガラガラしてしまう、安定しないっていう方は、なー、声が高くなっていくイメージでやると安定します。今ね、また勝手にガイドをするところだったんだけど、みんなと一緒にやっていこうと思います。では、出だしは、なーです。息を吸って一緒にやってみましょう。息を吸います。せーの、なーなーなー。はい、どうでしょうか。自分の声、発声しながら聞いてください。そうすると震えてないかな。で、あんまり気にすると声がちっちゃくなります。声が小さいと自分でも気づきにくいです。なので一定の声量を持って出してください。もう一回みんなでやってみましょう。吸います。せーの、なー。はい、 OK。 どうでしょうか。自分でなんとなく分かりましたかね。もう一本一緒にやってみましょうか。その出したい、伸ばしたい音あると思います。今だったらこの音ですね。音名で言うとドのシャープ、ここを伸ばしたいんだったらレ、ミ、ファと音が高くなっていくようなイメージで出す。いきますよ。一定の声量でもって、せーの、なーなーなー。
いどうでしょうか。はい、今日の内容はロングトーンが震えてしまう、それを改善するためのレッスンというテーマでしたね。はい、ではおさらいです。声を伸ばすとき、ロングトーン、超音をするときは、その出したい音が少しずつ高くなっていくイメージを持って声を出す。そして小さいと震えてしまうので、一定の声量でもって声を出していく。というところでございました。はい、今日のレッスンは以上になります。またですね、コメントなどメッセージでも、ぜひね、メッセージ、皆さんの思いを伝えてくれればと思うんですが、歌を歌っていて自分で改善したいポイントとか直したいところがあったら、ぜひ僕に教えてください。それをもとに、皆さんのためにメソッドを考案して、皆さんにこのように動画でお届けができたらなと思いますので、ぜひ、ためになったな、また一緒にレッスンしたいなって思ってくださった方は、チャンネル登録、そして高評価、そして通知の方もオンにして、また一緒にレッスンができたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。